<laughs> では、ついててもらって、はいはい、明治の時代の末期に生まれ、大正に文学と出会い、昭和の動乱の中、ただひっそりと、病気と文学を抱えて生き抜いた作家、堀田津夫。彼が1934年の春に世を送り出した作品、美しい村は、端末に添えられたノートという文章にて、次の言葉とともに締めくくられます。 今の私にはただ一つの懸念が残っているばかりだ。しかし、それはもう構わない。もし私が二三の知人の同意を得ないで、むしろその意に逆らって、これを出版した角で、彼らから非難されるようなことがあっても、私は知らん顔をして、ただ死と真実の一句を口ずさんでおればいい。私がお前を愛していたからって、それはお前に何の関係があるんだ。ということで、 ゆる卒論発表を始めさせていただきますみなさん、はじめまして <laughs> しぐれと申します、はい、今日は私が日本近代文学のゼミで一月前まで書いていた卒論について語らせていただきますそして聞き手をしていただくのはえー、らぐりひらりです<ー>えっとなんでしょうね、ここのオープンチャンネルではまともではないオタクをやってしまったのです <laughs> まともなところを今日あのちょっと <laughs> <laughs> お見せできたら嬉しいなと思いつつ、ね、あの卒論の話を聞かせていただくのは今回実は2回目でっていうこともあってしぐれさんと普段からちょっとお友達させていただいてるんですがす今回今回お呼び立てしていただきここに座ってます今日はよろしししくおお願願いいいたまます、はい、お願いしますとさて卒論の発表をさせていただくんですが、はい、とまずはね どんなテーマで書いたかというのを最初にざっくりとお話ししておきます。はい,はい。私は先ほど読み上げました堀達夫という作家の。美しい村という作品を対象にして書きました。美しい村。そう、ひらりさんが持ってるのは <laughs>。実は今収録している。このゆる学とカフェで胡椒をめでる権利。でゲットしたやつなんですけどね。うん、いや、本当。かしくて。こっちが手前、えっと、自分がもともと持ってたやつ。はい。新品の本、ね。そう,うん。 いいでしょそれ。ね。<laughs> はい。いや、そう、胡椒目で喧嘩ってさ、<laughs> うんうん、こう。なんだろう、胡椒って感じの、髪の色が本当たまらないよね、ねこれ。食具合とか、ね、ね、香りとかね。ちょっとにっいい匂い嗅いでいい。いい <laughs> そう、ただね、今回、その私の卒論の対象にした美しい村というのは。うん、と、千九百三十四年四月二十日に。野田書房というところから出された、書簡本美しい村。 そうこういう文庫本ではなくて、うん、と単行本として世に初めて出された作品でこれをしっかりと今回しておく指定しておく必要があるんですね。なるほどでそののののののの理由とととといいいううはは後々説明しまますす初刊本本めてて行るもかくく私の卒論のテーマというのは、まあ、この作品ができていくまでき過程と できててからのの展開っていうのを調べまして、うん、作者の堀達夫という人がこの作品の執筆を経てとどういうういい体験を得たたのか、うん、ということこ考察しましま、はい、そこにはこの作家が抱えていたある致命的な苦悩とそこからなんとか救われようとする実に人間らしい営みが見られました。ということでお話ししていくんですが、はい、今回の発表では「せっかくなら」ということでこのような文学作品、まあ、ここではとりあえず 小説に限定するんですがそうした作品をより楽しむための読み方うん、うん、読書体験をより豊かにするための、ま、提案というのも言いましょうか、はい、大学でそこそこに学んで卒論を書いて自分なりに思ったこと考えたことを含めて、うん、最後にまとめてお話しさせていただきたいと思います。はい楽しみうん ねうん、結構名作と呼ばれる文学作品を共養のために読んでみたけど、うん、なんかあんま面白くなかったなとかうん、うん、特に記憶に残らなかったなっていう経験のある方もいらっしゃるかなと思うんですけど、うん、そういう方も聞いてみていただけるとこういう本の読み方あるんだって何かしら糧になったらいいなと思います。興味を持っていたただけたら是非 とあとそうですねこの動画を開いてくださった方に最後にもう一つお願いがあるんですが、はい、ぜひこのラジオを聴く前とか聴いた後にでもこの「美しい村」という作品読んでみていただければと思います、うん、はい私、はい、そうしぐれさんとこれを撮るっていう話になって、うん、普段そんなに本読まないんですけどうん、うん、読んでまいりましたよ、うん、ありがとうございます、はい、そうお願いしてね「青空文庫」というサイトでね、うん、無料で読めるのでね、うん でとこの時美しい村」というタイトルのものが青空文庫に上がってるんですが、うん、それと合わせて「手紙」美しい村ノートというタイトルのものが別にあります。うん、こちらまで読んでください。はいはい、これらの文章はもともと一冊の本にまとめて収録されていたものですね。うん、美しい村っていうのが本編で「ノート」っていうものがもう一個あって、はい、それもまとめてその初版本、本ではい。 収録されてたってことかな。そう,そう,そう。うん感がいいですね。はい、そうその通り。えっと美しい村あのまあ見えるかな見え <laughs>、ね、ない人っも,もうきっと、うん、観光本のこのぐらいの厚さなんでうん、うん、そんなに長くはないと思うんですよね。うんうん、そう。ウィキペディアもチラ見してうん、うん、あの今ね ちなみにしてあの聞くにあたっていらない情報は抹消しながら聞,き、うん、聞くんですけど「<laughs> はい、中編小説」って書いてあったのでそんなに多分めっちゃ長いっていう分類ではない作品だと思います。うんうん、そう。堀の作品ってね結構なんだろう頭使わず読めるというかうん、うん、結構流れるようないうたいような文章で、うんうん、雰囲気つかむとかなり読みやすくなるタイプなので、うんはい、興味を持っていただけたらぜひお読みください。 はいではねえっとただ今回のラジオもあの、うん、もちろん読まなくても聞けるようにあらすじを最初にお話ししておこうと思いますはい,はいはいこの作品というのは主に4つの章から構成されていますねまず最初の章、うん、序曲という章は手紙の形式ですねこの手紙の形式どういう書き出しだったかひらりさん読んでいただけますか本当最初のとこ序曲の次は何て書いてあるでしょう ご無沙汰をいたしました。この前がありました。ええー、6月10日、K 点点点にて。<laughs> そうですね。はい、はい、そう、6月10日、ま K 村だと呼んでいいかな。K 村。K 村にて、うん、という書き出しで始まっていますね。はい、はい。とこの K 村という村を訪れた僕が少し気まずい関係にあるらしいあなたと呼ぶ人物に手紙を書いています。はい、でこの と手紙の形式は第2章に入ると終わってしまって、そこからは主人公の男性、うん、私の視点で物語は動き出します。はい、はい、前の章の僕と、私はまあ、おそらく同一人物であるだろうと読んでるとわかります。そうですね。で、手紙であなたと呼ばれていた人も本編に入るあ。第2章以降に入ると女友達と呼ばれたり。うん、あとは細い木と書いて佐伯さんと呼ばれて。うん ししばしば話に持ち上がってきますね、うん、で主人公の私というのはその女友達との思い出が詰まったこの慶村でまだ女友達が秘書にやってこないうちにどうやら女友達との失恋を題材に小説を書こうとしていました。で、まあ、この主人公は小説家を仕事にしているようだということが分かってきます。うん、が だだんだん村ののどかな景色に心惹かれてもともとその、うん、なんだ女友達との失恋をもとに小説を書こうとしていたけれどその村にやってきて主人公が、うん、その村の様子とかを見ているうちにそちらの方が、うん。 彼にとって魅力的に映るようになったのでうん、うん、そっちのお話を書いていこうかなっていう風にシフトしてくんだよねそう,そうですねちょっとずつね、女友達との未練とかも見えつつ見えつつ、うん、まめ、あ、らの景色をね、うん、ご小説にしたいななんて考え始めます、うん、で、自分が泊まっている宿の部屋がずっとあって、うん、その窓を古い額縁に見立てて うん、庭を眺めたりだとかあとは村を散歩したりしながら、うん、額縁にはまり込む絵のような物語を構想していくんですね。うんうん、でその主人公が書いている小説のタイトルが美しい村そうこれが結構なんか私読んだ時に混乱したというか。ねうんね、えっと何だろう、まあ、時系列もよくわからないなって。 うんうん、とも思うし、うん、構造がこうメタ的なのかなっても思うしまあそういう部分は結果あると思うんだけどいいだ、はい、なんかちょっと構造がどうなってるのかなみたいなふうにはそれを見て思ったうん、うん、ちょっとね最初読むと、うんうん、これ今何の話だとかそうそうど,どのポジションでどの話をしてるのかなみたいな気持ちになる。こ、うんね、こののの村村にに訪れた主人公というのが昔もこの村に 来てたことがあって、うん、その今自分が村を散歩してる時に、うん、昔の思い出も蘇ってきたりするから、今いつの話だというので、ねうん、なりますよね。昔来てた時の話かもしれないし、うんうん、そのなんかわかんないぐちゃぐちゃすんとゆかく<う>、<laughs> まあね、うん、そうこの物語の中で主人公が描いている美しい村、うん、まあこの。 作品の中に出てくる作品というので、作中作と、うん、呼びますね。これは作中作の美しい村と、うん、今この現実に本として持っている美しい村という作品、うん、なるべく区別して説明していくんですが、うんはい、本からがあるのでご注意ください。はい、はい、で、第3章夏に入りますね。はい、第3章に入ると、主人公はと自分の泊まっている宿に泊まりに来た一人の少女と出会います。うんはい、この少女と。 仲を深めてていって、うん、ま外で絵を描くのを趣味にしている少女に連れ立って、うん、こう村に過ごしていた水戸しは家や,や先輩の主人公、うん、あの少女を案内してねでその中で自分が以前のように村の景色には感動しなくなっていることに気づきすぐそばの少女のことで。 精一杯ちょっとね少女のこと好きなんですよねここが読んでいてねすごいワクワクする楽しいところなんですがとききめが詰まっていそれが急に最終章に入りますと台本どこだ最終章に入りますともう日が落ちてしまった村を2人で宿まで帰る主人公と少女。 しかしその行く手にはいつの間にか村に来ていた女友達らしい人影、うん、主人公は焦ります、はい、自分のそばには新しい恋のお相手である少女、うん、ここでの再会は気まずい、うん、女友達がいる方ではないもう一方の坂道から宿に帰ろうとします、はい、しかしその坂道で少女が転んでしまい、うん、私はそれを呆然と眺めてそこで物語は通します うん、急に終わるんですよねここね<そう> <laughs> 私初めて読んだ時なん全然納得できなかったんですけど、うんまあ、実はこの本編の後にねと先ほどお話しした「美しい村」のノートという文章がき、うん、きのような佇ままいいで続いていきます、うん、このノートも、まあ、複数の文章の寄せ集めになっていて、うん、と初めについていた「出版社への手紙」という文章は、うん、とどうやら青空文庫には収録されていないようなんですが、はいはい、とこの「美しい 出版社への手紙の方ではなぜノートという文章を作家がつけたのかというのが説明されています、うん、いわくこれは作者がこの美しい村という物語つまり本編の4つの章をどんな状態で執筆していたのか、うん、その様子を明らかにしておくために作者が当時の友人に宛てた手紙や日記を集めたものということでした、うんうん、その言葉の通りね、ノートには当時の作者が 丸岡明という友人に書いた手紙だったり、うん、葛巻義しという人この人実は芥川龍之介の甥いっ子なんですけどその人に宛てた手紙、うん、でそれから6月から9月までの日記のような記録の短い文章が入っています。それららのの文章1から4までの 数字がひらと振られていて、うん、手紙や日記には物語本編のエピソードと重なるところがあり、はい、とそれまでの物語本編というのは作者が実際に体験したことを元にしているのだなということが読者には伝わってきます、うん、そうですね、うん、でそしてこの記録の最後の文章では、はい、とこのラジオの冒頭で読み上げましたこの美しい村という作品の出版に向けた決意が示されていますで、その決意が今まさに読者が手にしている本に 結,結実してくるということでこう最初にね「美しい村」読み始めた時は、まあうん、本編の内容は物語、まあうん、つまり虚構の世界として認識していたものがノートによ,よって急に現実側に引きつけられて、うん、最後にこの読者が手にしている一冊の本という物体に収まるという展開になっていますね。なななるるほどここ、うん、ここまでででわかかかからないところととととろろ気にはは大丈夫ですかとりあえず私は、うん 読んだのでその構造については理解しましたそうだ言うの忘れていますが今回は美しい村のネタバレを含みますはいめちゃ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 含みめちゃめちゃ含むどころかその話をするわけだからネタバレ以上のものを含みますこの作者がどんな体験をしたのかまあ深読みおじさん考察をしていくんですがはいでは次に作者の紹介と作品の背景についてお話ししていきましょうはいと。 さん <laughs> 我らがというのもおかしいですが「ゆる音楽学ラジオ」で楽曲解説の前に作曲家の紹介とかをするじゃないですか、うん、うそうすると作品の背景にあるこう、まあ、芸術家の人生とかね、うんうん、見えてくると面白いじゃないですか、うん、そういうのを意識して入れてみましたこの堀達夫という人は1904年12月28日生まれ。 東京の墨田区向島というところで、うん、職人の父と母のもと一人っ子として育てられます職人職人さんの何の職人えっとねあれ名前が出てこなくなっちゃった金属の加工をする金物師だっけな、うん、なんかちょっと違う気がするけど、うん、金属の <laughs> 金属の加工とかまあ、うん、職人さんですなるほど <laughs> すみませんはいうん。 そうお手製の迷子札ってわかりますかね迷子札住所とかが書いてあるんだろうね昔えお財布とかにさちっちゃい子が入れてるやつみたいなやつ多分そうだと思うちっちゃい子が持たされるやつをそのお父さんが職人さんだからね金属で作ってっていうのがねんかあとワンちゃんがつけてるイメージあるわそうですね今ちゃんとか かけられてるやつなんか今ね12月28日生まれの人をね調べてたんだけどトータス松本が12月28日だったなんだそれそうなんだ全然結びつかったけど面白いねでね彼すくすく成長しまして高校生になってから迎えた1923年この年がかなり大きな転機となる年で23年19歳 19歳です。と堀はね、萩原朔太郎という詩人の詩。をに夢中になったり、あとは室生再生という詩人。あと芥川龍之介と知り合って、まあかなり文学の道に惹かれていきます。それは、えっと、彼らは同時期に生きていたの。ごめんね。歴史の知識が異常にないから。同時期に生きて。同時期に生きてて、えっと、現在進行形で。

いろんな交流があっていろんな文人に恩を売っててこういう若い堀みたいな学生とかを紹介したりしているんですね。でね1923年という数字でピンときた方もいらっしゃるかもしれないんですが関東大震災がありましたそうなんだ。歴史弱すぎて何もか去年がね100周年だったんですけど。 そう、千九百二十三年関東大震災、はい、東京などでも直撃です。うん、あのお母さんを失ってしまって、で自身は六膜炎を患い、六幕休学します。そう、六膜炎六膜炎漢字変換できない。頭弱いところめっちゃ。全然。アバラに幕に炎症の円ね。肋骨の六ね。そのあたりを。うん。私も詳しくないけど。うん。 でね、結構病気に長く苦しめられることになりますその後も東京帝国大学に入って、はい、まあ文学に関わり続けていたんですが、はい、1927年この年、まあ、師匠と思って慕っていた芥川が自殺してしまいます冬冬ってのはちょっと<う>、うん、ね1930年、うん、3年経ってももちろん引きずってるわけです、うんうん、この芥川龍之介の死を根幹に持つ聖家族 「生家族」という作品を書き上げて、うん、まあこの執筆の無理がたたって血ししてままい療養期間に入りますうう、うん、でこの期間に「失われた時を求めて」という長編小説で知られるフランスの作家プルーストに親しんで、うん、と研究ノートを書いたり、うん、西洋文学の翻訳をしたりしながら過ごします。うんうん ううん、うん、そうし結構翻訳してて、うん、でね堀の作品なんかやっぱちょっとね翻訳っぽさがあるなって、うん、翻訳小説じゃなくてもうん、うん、たまに感じますね。なるほどうん、うん、フルースト効果ってご存知名前は名前知ってる、うん、あの紅茶にプティット・マドレーヌを浸して飲んだ時の香り、うん、で昔の記憶をバッて思い出すっていう,、うん、そ,うそういうシーンがね失われた時を求めてやって。 プルース,ストエフェクかっこいい <laughs> そう、まあ、香りとかそういう感覚から、うん、昔の記憶をあの急激に思い出すという、まあ、効果と言っていいのかな。プルーストなんか、うん、急にオタクになるんだけど「うん、アイドルマスターシンデレラガールズに」に一 <laughs>、はい、ノ瀬四季っていうやつがいるんだけどこの子の2曲目のソロ曲が「プルーストエフェクト」だよ。うんはいえー んか急に思い出したからなんかそうだった気がしたと思ってんかこのキャラクターってすごい花、うん、がいいというか匂いフェチで科学者ポジションみたいなキャラなんだけど多分プルスト効果のことをそのまま言ってる、うん、曲だなっていうそうこのプルスト効果ね、うん、この後にもちょっと出てくるので、はいはい、お楽しみください。はいはい で1933年になります、はい、この年の6月長野県軽井沢を訪れた堀達夫は、うん、そこで美しい村の原型となる作品を執筆していきます、はい、ある日堀は自分が滞在していた鶴屋旅館という旅館で、うん、矢野文子さんという女性と知り合います、はい、これがね夏のショーの中で、うん、少女と主人公が出会うシーンのモデルにもていてそう矢野さんでここまでで、まあ、お分かりいただけるように桂、うん、村 という、まあ、高原の村で過ごす小説家の物語というのは、うん、軽井沢で過ごした堀達夫の経験が元になっています。ちょっと余談なんですがイまあこのそうイういうことです、うん、あの堀達夫はこの矢野綾子さんと婚約しまして、はい、しかし二人は結婚を待たずして永遠の別れを迎えることとなります。はあ、はい やのあやこさんがね、うん、胸を患って、あのサナトリウムで亡くなってしまうんですね。うん、胸、胸、肺炎。肺の方ね、呼吸器ね、はい。この別れを元にして、描いた作品が代表作。この表題にもなってますね。風立ちぬ。はい。という作品ですね。はい、これ、ジュリ映画の素材にもなった。これ、美しい村から。うん、これ、私の持っている。ゆるがくとカフェ。 でゲットしたというねしぐれさんが、うん、古書の方は「はい、風立ちぬ美しい村」になってるんだけど、うん、<laughs> <う>まあそれはもうセットといえばセットなので流れとしてそうねセットにされることも多いかなというのは、うん、まあこの「風立ちぬも美しい村も」も、まあ、割と堀の代表作と言われるので、うん、時期も近いし、うん、このモデルになったね婚約者の。 人が同じというのがあるから一緒にされることが多いですね。うんうん、流れで、ね、<う>矢野さんの話ということで一緒にされるのかなと,、ね、と今思いましたそうそうそうそのイメージで読むと「風とむがね本当泣けるんだこれが」こ、うん、<laughs> <そ>れは <laughs> この話は今回しないとして「美しい村」の話に戻りますと、はい、この作品がね作者の実体験をもとに。 書かれたということに加えて、はい、もう一つ大事なことがあります、はい、それはこの美しい村が初めからこの一冊で発表されていたわけではなく、うん、ちょこちょこ随時発表していた短い小説たちこれがそのそれぞれの章になるんですけど、うん、のちに女曲と美しい村夏暗い道<う>っていう4つですね小説たちが ちちょこちょここ発表されていたのをの、うん、後になって一つの物語にまとめて出したということですね。現代でもね文芸誌に連載していた小説が単行本になったりとかわ、うん、かりやすいのは少年誌の漫画が「うん、あのジャンプ」とかね載っていたのが単行本になるってことありますよね。だけどこの今回の場合ちょそれとちょっと違うのは、うん、作者曰く最初にこれらの短い小説を書いていた時は一つの物語にするつもりはなかった。 と、うん、ということですね連載のつもりでではなかったんですねうん、うん、結構ね媒体もバラバラで、うん、4つの章それぞれ全部違う新聞とか雑誌に載っていたものです、えー、じゃあなんか当時の人の感覚からすると本当に別のものとして読,み、うん、読んでいた感じもするよね。うん、なんかねどうなんだろう、ね、つながりにくそう,そ,うその感覚がねちょっと私もわからなくて、うん、当時の読者票とかあんまり拾えなかったんですが。うん そうでもね不思議な感じだと思うね。で結構この文章をかなり手を加えて一、うん、つの物語にまとめています。改めるに原稿の項と書いて開講と呼ぶんですが開講をしてで、えっと、さっき話したノートも新しく書き下ろして、うん、で野田書房という出版社から単行本が出ました。はいえ、はい、えっとえー、っとと でこの堀の体験とね、うん、かなり近い形で描かれた「美しい村」という作品なんですが、はい、作品に描かれた女友達の方、はい、この失恋もモデルらしい事件がありました、はい、この話をするためにはさっきちょこっと挙げた「性家族」という作品について説明する必要があります、はい、この作品の主要な登場人物は4人いまして九鬼<人>、うん、と,という小説家と、はい、クキが可愛がっていた河野ヘンリーという青年、はい ととたただならぬ関係にあったと思われる婦人夫人、はい、婦人の娘絹子。でこの「聖家族」では久喜の小説家久喜、うん、の死をきっかけに久喜と夫人の関係、うん、この「まあ、ただならぬ関係」と言いましたが、はいはい、が明らかになって、はい、でこの一つ下の世代である河野ヘンリーと絹子が互いを思い合うようになると、うん、いう作品なんですが、はい、この登場人物たちのモデルが当時からわかる人には分かってしまうような。 はい、書かれ方でした、はい、つまり久喜は自殺してしまった芥川龍之介、はい、河野は作者の堀達夫自身、はい、で夫人というのは芥川がしたく親しくしていた松村美音子という歌人の方家人、はいうん、で絹子は松村美音子の娘で、うん、この方も総永という名前で分泌活動を行っていた女性です。なるほど、うん、でこの作品が発表さされた時、うん、松村美音子さんは、はい 娘の僧衛と堀達夫が恋愛関係にあるように誤解されてしまう書き方ということで、うん、そういうゴシップが流れないようにあの堀の分断仲間にに訴えに行ったりもしていますほ、うんうんまあそりゃそうですよねこう年頃の自分の娘と、うん、まるで恋愛関係のような書かれ方をしてでじ自分自身も亡くなった芥川龍之介と関係があったような、まあ、書かれ方、うん、それが事実かどうかはともかく、うんまあ、そういうゴシップを まあ誘発するしえっと、待っと待て堀が書いたなんだっけタイトル忘れた。た「性家族」性家族の中で、うん、その誤解がされるような描写があったのを、うん、その名前が一生覚えられないあの <laughs> 夫人のリアルの人がちょっとそんなことはないよっていうことをしたのかな。なるほどはい、まあ 本人には言ったかどうかはともかく周りの人には釘を刺しに行ったでまあ本人にも伝わっていたんではないかと関係者は言います堀もその夫人のリアルな人がえっとえっと小説であったことは本当のことではなくて実際はそんなことないよっていうことを言って周りに言っていて。 そう言ってるってことを堀は分かっていた、うん、多分分かっていただろうとはい分かりました、まあ、結構ね、うん、こう堀やってることまずいんですけど、うん、まあ今の倫理観では結構アウトじゃないですか、まあうん、まあ昔もね 全然アウトだと思うんですけれどもアウトだと思ったからそのお母さんもちょっとってなったんだよね。本当気の毒と思うんですけれども彫りも彫りで結構傷ついていたようというちょっとね裏切られた気持ちみたいなのがこれはね正直私も弁解できないなと思いつつそれは一旦置いておきましてこのね生家族のヒロインきぬこ 白、はい、人の名字も同じなんですが、うん、こちらの方々の名字、佐伯と言います。この名前聞き覚えありませんか。佐伯さん。佐伯さん。佐伯さん。なん,んだっけ。あ。<laughs> あれだね。そう。女友達だね。そ<う>佐伯さん。うん、そうです。この美しい目だも、女友達に、うんうん、この佐伯という名字、受け継がれていきます。はい。まあ、おそらくモデルは、そうえさんだろうと。うん、いうことが、まあ、わかりますね。うん、では、ここで一旦。 外野のテーマを再確認しましょう。覚えていらっしゃいますか。ちょっと長かったかなテーマ。美しい村のなんだ。できていくまでのできていくまでの過程と構造の話。うん、そう構造の話もします。作品ができていくまでこの単行本にねまとめられているまでの過程とその後。 の展開も少し見て、うん、作者がどんな体験を得たのか、うん、というのを考察していくんですがじゃあこの「できていくまでの過程」っていうのはさ、うん、こうノートに書いてあったじゃないですかだいぶ,だいぶノートにその作品の執筆の様子、うん、書いてあって、うん、あのそのノート自身にも書いてあったわけで、うん、じゃあこのノートに書かれた、まあ、いわば楽屋裏の様子、うん、さえ読めば少なくとも作品ができていくまでの過程の部分というのは、うん はい、ある程度わかるのかなと思われますねそうですね何が書いてあったかなすみませんねポンコツであの本当に何でもかんでも忘れてしまうんですけど手紙とか日記とかが載ってるんですよそうですね手紙とか日記っていうのはそうだったなと思いますそれがねノートに入ってるんでじゃあ作者の様子わかるなって思うとこれが全くそうではございませんなぜかうんうん <laughs> 全くそうではございません <laughs>、はい、全くこのノートを信用してはいけません。はあ、はい。なぜかと言いますと先行研究にこんな指摘があります、はい、例えば中島邦彦さんかっこ2015の論 <laughs> ですと、はい、野田書房から出ました「美しい村単行本」では本編の最後つまり暗い道のあとではなくてノートが挟まってノートが終わった後に「美しい村終わり」という字が 印刷されているんですねは<ー>つまりノートまで含めて美しい村という作品になっているというのではないかとこうした、ね、ノートに着目した先行研究というのはだいぶ前からこれらノートはもともとプライベートな文書だった手紙や日記をそのまま公開したというわけではなくて、うんうん、そこに作者が手を加えている書き直されているということを指摘してきました。なるほど、うん、でこの ノートの開講箇所についてもこの後具体的に触れていくんですが、はい、質,質と量ともに決して小さくはないです、はい、つまりこのノートの記述を堀田夫の現実の体験そのままとして受け取ることはできませんまた違った観点から言えばもしかしたらこのノートで見せられている楽屋裏っていうのは本編の主人公の小説家のものかもしれない、うん、ということですね私も小説家を かいあ小説を書いているので、うん、そう考えると主人公が小説を書いていてしかもその作品の名前が「美しい村な<ん>、うん」ということをちょっと聞いてくるんですよね。そ,そうかそうかややこしい構造というか、まあ、こういった仕掛けをどう解釈するか。うん、だから「美しい村」っていう小説の中に作中作として書いている「美しい村」って、うん っていう小説があるけど、うん、それを書いてるのはイコール堀ではないっていう小佐としてあるのがそのノートの後ろになんだ「美しい村終わり」って書いてあるっていうことだよねそこ,そこまで含んで「美しい村」っていう作品であってえっとあーもうややこしいな <laughs> 構造がややこい。えっと まあでも、なだろう作中に出てきている。小説家っていうのは、うん、イコール堀じゃないよっていう。こと。本当、うんうん、ね、それはね、それは本当に正解なんだけど、うん、ちょっとね、違う話で。うん、そう、あの。この主人公の私と、うん、まあ堀達夫というのは、まあもちろん別々の存在ではあるわけですよね。うん、そのまま。あの書いたエッセイとかではないわけですから。うんうん、そうですよね。そ<う>あくまで小説というか、うん、そう、でもちょっと立場が。 あまりにも似てると言いますか、そうちょっと重なってくるところはありますね。うん、そうですね。で、それをまあ、つなげる役割も確かにノートはしている。区別しつつ、うん、こう、もしかしたら。じゃあ、堀辰夫が、もしこのノートのような経験をしてるんだとしたら。うん、この小説家、この物語の中の小説家は。うん、あ、堀自身をモデルにして書いたのかなって。思うわけですよね。うん,うん。うん,うん。そう、そういう面もありつつ。なるほど。うん、うん。ただ。 まあノートも、うん、まあ何だろう客色されているわけです。うんうん、そうそのまま日記をこう手紙や日記載せますよって言ってるわけなんですけど、うん、本当にそのままの手紙や日記じゃないんですよ。うん、そうそこはね注意して読んでいかなければいけないというなるほどことが前提としてあります。はい。はい。ではね、じゃあこの作品を書いた堀辰雄は実際は 何を考えていたのか、うん、というのを探るために、はい、あの開口を洗い出していこうと思いますもともと雑誌や新聞にすでに発表されていた文章がありまして、はい、それを原文と読み読読み読みます一番最初、うん、本として出版される前の、うん、バラバラの状態で発表されているやつがそれですえっと 原文はいで言っちゃったけど、あの初めて出すと書いて書出っていうのが多いかなそうだよね、書出って感じがするし書室、ちょっと言いづらい言いづらい、書室原文にしちゃおうかな原文でいいと思うよ、伝わる原文と、あと開口を施した、あのできた単行本の方を付き合わせましてそれらの際全部洗い出しましたので、そこから見出せる方向性を説明していきたいと思いますはい、お願いします では早速と本編の方ですね、はい、本編の方を紹介していきますと編、うん、本編4つの章、はい、と序曲から暗い道までの、はい、物語」の方ですね。はいはい、とこれはね、うん、まず書出の文章だと、はい、ま,まだ単行本「美しい村」は影も形もなかった頃なんですが、はいはい、こちらを見ていくと執筆していた当時の作者の生活が 結構そのまま反映されて書かれているのかなと思われるよな。そうですね。曲はそれこそかなりエッセイっぽい印象を受けましたね。うん、でもね、ひらりさん読んでるのはもう単行本の方なんですよ。あ、まあ、そうか。そう、開講されてる方なんで、そのオリジナルの方、さらに結構。まあ、いわゆる私小説っぽく読める。うん、もっと、うんうん、作品になっています。うんうん、まあね、夏の章で主人公が小説、あ、少女に。 出会って恋仲になっていくのも、うん、まあ当時の作者も矢野綾子さんと巡り合っているので、うん、まあ結構そういう体験のねリングが分かりやすい作品なのかなとも思いますし、はい、当時の読者も、まあ、これもしかしたら堀さんの出来事かもなって思いながら読んでたかもしれませんこれが開講によってどう変わってくるか、はい、と大きくは次の三点にまとめられると思います一、はいはい、つ抽象度が上がった 2つ少女の存在感が薄らいで、うん、女友達の方が影を強めた3つ作中作美しい村の性質が変わった<ー>この3点の特徴にまとめられるかなと思います、うん、まあ順に例を挙げながら説明していきますね、はい、抽象度が上がったというのは第1章から結構早速目立つ変更箇所がありまして、はい、さっきひらりさんにも読んでいただいたんですけれど 曲で手紙の形式でで、ね、最初6月10日慶村にてという日付と所在地が書いてありましねこれ書室の方では6月10日、うん、軽井沢にてと書いてありましたお書<ー>い、うん、てあるほに,、うん、にもね主人公が宿屋に泊まっているというのが単行本の方なんですがもともとは鶴屋,宿屋って書いてある、うん、そう宿屋ってありますよね 実際の旅館の名前に本当に書いてあるんだ。うん、出してあります。で、この釣屋旅館に、まあ私が去年の年末泊まりに行ったお話はここには入らないんですが、うん、はい。えっとあとは森浦橋という橋がありまして、うんうん、それもオリジナルの小説では出てたんですが、は<ー>こっちの単行本では小さな橋と書いてあります。なるほど。つまりね、具体的な固有名詞を排除してるんですね。うんん単行本の方,文庫文庫の方では、うんうん、そうです。 で、うん、抽象度が上がったというのは実はこれだけではなくって、うん、開口全体を見ていくと主人公の私と村の人々の関係が希薄になっていっているということもわかりますこれはね、うん、具体的なエピソードが削れているという意味で広く捉えて抽象化と言ってしまうんですが、うんうん、例えば第二章主人公は、はい、あの自分が泊まっている宿の管理者であるジーヤから 村のサナトリウムを管理しているレイノルズ博士という人の話を聞きますこのサナトリウムは一度火事にあっていて、うん、博士の研究論文も燃えてしまったそうなんですね、うんうん、で、原文の方とこれ本文読み上げますと村の者が放火したらしくも見える、うん、そうしてその論文というのが誰の口からともなく変な噂を生んで村の者らの反感をそそり立てていたらしかったと書かれていてはい、はい、あなんか 村の事情があって放火されたらしいと主人公は知るんですが、うん、開口してしまうとこの噂の話が消えて、なぜそんなにその老医師が村の者から憎まれるようになったかはジュエの話だけではよくわからなかったけれど、うん、私もまたそれを必要に尋ねようとはしなかった。あった。うん、あったあった。あた私なんか、うん、その読んでる中で、うん、なんとなくそのサナトリウムのおじいちゃんお医者さん、うん。 ドイツ人がなんとなく嫌われてる風なのは読み取れたけど、うん、なんかそこまで具体的には分からないなと思った記憶があるわそう,そう主人公もね、うん、わざわざそれを必要に尋ねようとはしなかったというふうに、うん、放火の原因を、まあ、うやむやにしてるし興味もない感じに変わってるんですよね。うんうんうんまあんんまり本筋に関関係係なないいと言えばそうだだし全然けでねこういったあの村の人の興味をなくしていく。 うん、というかもともとの文章では村の人に興味あったのに話も聞きに行ってたのに、うん、そういう登場人物ごとをごそっと削られている部分が結構あるんでもともとは当時、うん、その書いていた状態では結構村の人にも興味がある状態だったけどやっぱ実際 ていく中でもそうだし村で過ごしている中の心境の変化とかもあってそれを反映させた時にはもう村の人の内情とかはもうそこにどういう狙いがあるのかっていうとまあそらくは自分のそのえっと自分というとおかしいな主人公の気持ち心情に集中していく。 ためほ他の具体的なエピソードとか、うん、いらない登場人物とか削ったのかなと個人的には思っているわけなんですがそういうことがありました。はいで2点目に入ります、はい、少女と女友達の存在感の変化について、はいはい、改めて確認しておきますがこの女友達というのは主人公が失恋してしまったらしい思い出の女性です。 少女と呼ぶのは主人公が新たに出会った女性ですね、うん、村でね、うん、そう。で、うんね、ここで目をつけたい開口というのは本編の暗い道の終わりです、うんはい、少女が坂道で転んでしまった姿を見て主人公がまるで花盛りの寒木のように見えたと表現していますうん。うん、これはね原文だとバラのように見えた<う>という言い方だったんですねバラが寒木になったそう この暗い道の章の冒頭で、うん、少女はバラ色のワンピースを着ていると書いてあるので転んだ少女がバラのように見えたと書く方が自然な描写ですよねそうだねそうなんでわざわざ花盛りの監木になっているのか、うんまあ、パッと見てね見過ごしてしまうような些細な変化だと思われるかもしれないんですがというかどっちもその前までの章で、うん、登場してるよね監木を見てる描写もあったし、うんええ、バラの木 あある描写もいいっっぱいあったと思う、うん、それねもしかしたらね、うん、混同してるかもしれなくて、うん、あのおそらく一緒です、うん、一緒そうこれ大事なんですけど、うん、花盛りの漢木ってこの物語の中では、うん、一つの植物なんですよ絶対にそれが野原、うん、ですこのねバラと野原はね結構違う植物なんですよ野原、うん、は白い花を咲かせるお花で、うん、バラっていうと まあ普通はねあの、うん、赤い、うん、鮮やかなバラを思い浮かべると思いうかじゃあ多分読みうまく読み解けてないのそれ私が <laughs> そう実はね野原、うん、とバラ全然ね別物として野原とバラっていうのもあるし「漢木」っていう表現もあったと思うバラもあえっとねバラは多分あれだね少女の,、うん、あの肌の色とかを表現するのにそうそこねいいよね私好きだな <laughs> バラ色にねぽっと色づくの表現ですよ なんかさ、うん、バラ何個か出てきた気がする。なんでだろうあのサナトリウムの外にあるのもなんかバラだった気がするし。うん、あれはねバラです。それは野バラなのか。<う>えっとなんだっけ油絵を少女と描きに行って、うんうん、ジャケットを破った。こ、うん、れもノバラです。あこれも野バラなんだ。はい、じゃあ印象に残っていうのは私みんな野バラなんだな。うんうん、そうその印象ねかなり。うん 大事ですでこのね野原のお話をちょっと開口から外れるんですが、うん、野原のお話をしていきたいと思います、はい、この野原作中で結構重要な役割を課されていく、はい、いるということがわかるんですね、はい、結論から言ってしまうと,とつぼみ花とげという形態によって役割が変わってきます、えー、まずつぼみの段階というのは、うん、主人公にとって野原という植物は 美しい自然を持つ村の景色の一つとして出てきます、うん、が花を咲かせると花が咲いた後気づいた主人公の脳内にも、うん、まるで花の咲くようにとある記憶がぶわっと蘇ってきます、うん、これがマップルスト効果の実践と言えるんですが本文のところを読み上げますね、はい、10年ぐらい前のある夏休みに私が初めてこの村へ来た時のこと。うん 宿屋の裏から水車場のある道のほうへ抜けられるようになっている、やっと1人だけ通れるか通れないかくらいの狭い小さな坂道を登っていこうとした途中で、私はその坂の上から数人の少女たちが笑いさめきながら駆け下りるようにしてくるのに出会った、うん、中略しまして、そして少女たちは道端のちょうど彼女たちのせいぐらいある陥木の茂みの間に一人一人半身を入れながら、私の通り過ぎるのを待っていた。 また、中略しまして、それらの少女たちの形作った。生垣はちょうどお前たちにそっくりだったのだ。まあ、ここで何が起きてるかと言いますと、はい、あの野ばらの咲花が咲いている。灌木を見て、うん、昔そういえば少女たちが狭い道で自分が通るためにこう道の脇に少女たちが避けてくれたなみたいなのを思い出しているわけです。うん、その少女たちのあの避けてくれた。そのランダムな並びというのが、うん、野ばらの灌木。 うん、が実、うんね、はね、い、でつまり花の役割は何かと言いますとあの女友達の記憶につながってくるという役割と言えるんですね。うんうん、でこの後の本文でもとそれはちなみにどこ,どこの章これはねえっ、ー、と第2章の後半の方だったはずです。 美しい村の美しい村の後半 <laughs> 第二章の名前もね。いややこい。そうこれ大変であの戦後研究とか読むと美しい村ってだけ書くんですよ。ねうん、いやもうそのた形式じゃん。そう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 そのた形式そのた形式美しい村三択あるんで、うん、そう作品の美しい村か作中作の美しい村か第二章の美しい村かいややばい,そ<う>いやそのた形式すぎるわねこれやばいんですけど。 今の話は「うん、正館の美しい村の後半」という話ね。そ、うん、そうですそうでですすはははははい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 、はい二年あったはず。うんうん、でその次の夏の章に入っても「はい、私はいつか知らず知らずにそれらのち白い小さな花のようにどこへともなく私から去っていった少女たちのことを思い出していた」うんうん、という文章があるように野原の花と少女たち少女たちと言っているのはここ、うん、女友達を含めた数人の少女たちですね。うん とこのイメージが結びついてくるんですねがと先ほどひらりさんが言ってくれたように、うん、野原の花が散ってトゲだけになってしまった時、うん、主人公は野原の看木があるのに気づかず素通りしようとしてそこにジャケットを引っ掛けてしまいますそれを見た主人公とあの花が咲いていた頃はあんなに野原を愛していたのに、うん、それがなくなるともう素通りしてしまう自分を咎める ようにトゲがジャケットに自分の腕を引っ掛けたのだ <laughs> 鼻水出ちゃった <laughs> どういう感情 <laughs> 聞いてる大丈夫,、うん、大丈夫私結構好きなんだけどのいやあのあーあーつらい、ね、私この主人公のね、うん、自意識過剰なところがね愛おしくてたまらないんですよ、うんうん、いやでもすごいわかる、うん、あのわ、うん、かるって言っていいのかわかんないけどその自意識過剰さはなんか、うんうんうん 芸術家あるあるな気がする。そう、でね、うんま、こんな感じで自意識過剰はありつつ。ありつつそう、そういった性格はありつつ、うん、この野原という植物は作中の中でもとりわけ。主体を持って主人公に何かしらのアクションを起こしてくる植物なんですね。うん、かなりアイコニックだよね。そう、野原結構大事な植物なんです。はい、はい。で、蕾花棘という形態によって、役割が異なっている、はい。ということ。を まあ多少無理やり説明してきたわけですが、はい、問題は花盛りの干木です。はい、はい、花ですよね。うん、野バラの花はそう、女友達に紐付くモチーフなんですよ。そうだね。これが少女が転んでしまった時に、うん、花盛りの干木のようと表現してしまう。 鮮やかな紅色を持つバラのようなワンピースを着ていたはずの少女が、うん、白い花を咲かせる野原の花盛りの監木のイメージに飲み込まれてしまった。ということで、うん、それまで少女に魅了されていた主人公の意識はここで女友達の方に急激に揺り戻されているということがわかります。ななななんんんんでんでででっていいいうののもおかしいけど、や、うん、えなんでだこれは、まあうん、その直前に女友達 に、うん、ま再開しかけてるというのもあると思うんですが、うん、なるほど。うんうん。まあ、それは後にも、もしたらお話しするかな。後にもお話ししますね。うん、はい。でこの野バラという植物実は姓家族の方にも出てくるんですね。はいま、うん。それはこんな場面です。はい、ヒロインのキヌコの家を訪れたコウのヘンリー。キヌコに誘われて大津の庭を歩くことになります。はい。 ヘンリの存在にドギマギしているキヌコちゃん自分が不自然な歩き方をしているんですが、うん、その歩き方は庭に植わっている野原の棘を避けているためなんだと少女らしい結論を自分の中に持つと。でこの時地の文の中では「野原に花が咲いているには季節があまりに早すぎた」とも補足されていて、うんうん、つまり野原がつぼみをつけるより前の段階というのが聖家族の頃から 描かれていて、はいうん、野原と佐伯と呼ばれる女性の結びつきはほのめかされていた、はい、と読むこともできるんですねとにかく美しい村において影を強めた女友達の存在感というのは、うん、この後私が展開していくのにも関わってくるので覚えておいてください、はい、はい。では開講のポイント3点目に入ります、はい、作中作美しい村についてこの作中作美しい村という題名は実は第3章夏で初めて 出てくるんですがそれまでにもね主人公は小説を書こうとそうだねなんかずっとなんか書こうとしてて、うん、その村に来てるっていうのもあったと思うし、うん、いやそれが具体的になったのが夏だよね、うん、そうなんです、うん、その夏の章で主人公が書いていたタイツ小説のタイトルが美しい村だと明かされて、うん、そ,そのままねあのあそのままじゃないやその後の展開というのが、うん、美しい村の処遇というのが、うん、この 原文と単行本で分岐してきます。はい、はい。原文の方では、ね、そうなの？そう。原文の方では、うん、実はこの美しい村の作品書き終わった後、うん、ある雑誌社へ当てて送ってきたと書いてあるんですね。を<ー>、うん、送ってきた？そう。雑誌社に送ってきたと。うん、まあここでね、初出のその初めて作品が世に出た時の段階のことを思いたいんですが、はい、この夏という、まあこのさえっと短い 分だけで発表された時というのは、うん、あの文言春秋に発表されたんですね、うんうん、春秋、うん、そうであれ合ってるかなうん、多分そう、うん、<laughs> で、えっと、同じ日にまた違う雑誌同じ日なんですけど違う雑誌でこの第2章の美しい村というのは発表されてたんですよ、うん、あー、うん、ちょっと待ってあのー 今ねめっちゃそのった形式になってるからちょっと整理するけどえっとえっとねオリジナルの美しい村短いやつね短いやつ第2章になってるやつオリジナルの美しい村と章立の2章の美しい村それですそれだけで雑誌に掲載されていたそれと同じ日に夏のオリジナル夏の方も別の雑誌で発表されてるんですよ えそこ一緒なんだそうそこ、ね、発表タイミング10月1日にね<ー>発表されてるんですよ、うん、別の雑誌で同時に、うんえっと、この「美しい村」文庫じゃないえー、オリジナルの方が同時に出てるそうでねここでねこの段階で何を思うかというとうん、うん、夏のね内容を読んだ読者っていうのは、うん、あじゃあこの「 雑誌社へ出てて送ってきた美しい村という作品、うん、あの文言集中じゃないなえっとね違う雑誌だから改造かなっていう雑誌があるんですが、うんうん、あの雑誌に載ってたあの美しい村かなって衣装の方ねそう、うん、思うくないですかそうだねうあ<の>夏読んでたらさ、うん、夏読んでたら主人公がさ美しい村、うん という作品を雑誌社に当てて送ってきたてそうだね、うん、じゃあこれ同時に書いてたやつ、うん、これを書いてる話だなって夏のこと思うよねそうそう,うん、うん、読者はそう思うっていうのがまあ自然な推量じゃないですか、うん、そ,うそうだね、うん、ところがですよところが単行本になりますと、はい、主人公美しいメラを書き上げた後、うん、雑誌社どころかどこへ送ったとかそういう情報一切出てこなくなりますないなって思った<う>今ちょっと見せたけど原稿がね完成してねそのまんまなんですよ でね代わりに気になる気になる記述が新しく現れてきます、うん、主人公が宿で知り合った少女と仲良くなっていく過程で、うん、少女のためにお手製の村の地図を上げる場面があるんですねうん、あ、うん、げてたこれね原文の方だと、うん、主人公は自分の小説のために地図を書いておいたと説明されてるんですが開講後はね自分の美しい村のノートとして書いたのだと、うん、おー ここでね急にね作品の中にノートという物品が登場してきます開講語がそう開講語、うん、原文だとねないですこのノート登場しませんはははいいい。うん、が急にねノートが出てくるんで、うん、じゃあこの主人公が書いてる美しい村はあの今自分が持ってる単行本の美しい村なのかな、うん、ノートついてるしそうだねっていう可能性が出てくるんですよつまりえっと 単行本にするときの、ためにノートを書いて、その中に地図があるっていう状態。うん、まあ、そう読めますね。うん、単行本かどうかっていうのは。単行本っていうか、まとめるとき、うん、は、書いてないんですけれども、うん、作品の中の作中作はね。うん、わかんないんですが、うん、美しい村ノートというのは。 出てくるんですよ。なるほど。そう、文中で出てくるんだ。そうとって。ということは、じゃあこれ第二章の美しい村、短いやつじゃなくて、この単行本全体の美しい村ってことかな？かな？とちょっと思うわけですね。そうだね。まあこの現実の本の美しい村作品というのは、あのお手製の地図とかついてないんで、ついてなかった。完全にね重なるわけではないんですよ。この作中作美しい村と単行本美しい村がまあ ここで言いたいのは、あの初出の頃と比べて、だいぶ単行本寄りになっている。なるほど。ということですね。ノートっていう存在もあるし。そうそう。雑誌社に送ってないし。送ってないし。ということでした。うんはい、以上が、えっと、物語本編の開講から言えることですね。はい。はい。じゃあ、次にノートに入ります。はい。と、こちらもね、あの単行本に収まる前の原稿の段階が、実は。 見ることができるので、うんうん、原稿と単行本のノートを、えっと、比べました。なるほど、原稿の段階は、うん、どこかに載っていたりしたの?。原稿はね、えっと、新潮社版、堀辰雄全集第6巻に載っています。はあ、<laughs> 狭い。そう、うんね、ね、動画で言っても、わかるものなの中か、あと、そうだ、概要欄にね、載せてもらおうと思います。参考文献とか一覧は、一覧でご覧ください。はい。はい。で、ノートの。 方でもあの違いのね開口による違いの全部っていうのは紹介できないんですが部分的に挙げていきましょうはいまずノートの2の数字が振られてるやつですね2は「くずまきよしとし」にという手紙の形式の文章でしたちょっとチラ見するねどうぞあそうだこっちに載ってるんだあそうなのごめんねまあいいやまあ大丈夫開いたこれはね青空文庫に載ってるんでこの書き手ノートの書き手はい というのはくずまきよしとしさんにあててこう,こういう小説を書こうとしてるんだよね、はい、という話をしているんですねそうだね、うん、今こういう話を考えていてという話をしてるんですが、うん、これ原稿の方だと、うん、あの手紙形式の小説を書こうと思っているうん、うん、とお話ししていますうん、うん、がと開講後単行本の方だとこの手紙形式とかいう話は 消えて、あの書き手はある日バッハのフーガを聞いて、音楽の形式を小説に取り入れようと思いついたという話をしますね。どっかで聞いたことある展開じゃないですかね。バッハのフーガを聞いて、バッハのフーガを聞いて、これね実はね本編で主人公が村を散歩中に、そうバッハのフーガを耳にして、こうちょっとニヤニヤする場面があるんですよね。そこでまあエピソードが重なってくる。 わけなんですが、まあ、それはさておきちょっと次のお話に行ってしまいますが、はい、次ねノートの4のお話 4, 4の違いこれはね媒体によっては村から帰りてという題が読んでる方ついてるかもしれません、うん、その文章です、うん、これ村暮らしって書いてあるあ村暮らしって書いてある、うん、なんか違うな村暮らしもあるそうですでね合ってるかなな不安だな、うん、なんか田舎暮らしと村暮らしは から帰り手もあるの村から帰り手の方、あのノートの一番最後のやつです。一番最後のやつ。うん、ノートの4でね、ここでは村から都会に帰ってきた書き手の暮らしが語られているんですが、うん、ここでね気になる変更点が原文の方だと、うん、あの書き手はね、K 村から帰ってきたって書いてるんですよ。 こうこれ単行本だとケームラって書いてないです。その村と書いてあります。ケームラってそれまでの本編の舞台になってた村のことですよね。そうだね。そう実在の軽井沢を元にしたケームラなんですが、うん、ノートも原稿の時点ではケームラと書いていたのにその名前を消した消し去ってその村とさらにぼかしているわけです。うんうん、そしてもう一つあの単行本のノートで目立つのは。 この本の原稿を出版社の手に委ねるとかこれを出版した角でというような本の出版を意識した表現が原稿になかったのが新しく追加されていますこうしたね開口から何が言えるかと言いますと、うん、実はこの「ノート」という文章では開口によって正反対の動きが一度に起こされていますいると言えますそれは本編の内容に近づく動きと離れる動きですね 近づく動きというのは、ま、ノート2でバッハの風が大きく下りなんかうん、うん、それにあたりますね本編の内容に沿ってくるそうだねそうで現行の時点では作品をあの手紙形式の小説にしようとか書いてたわけなんですが、うん、実際の本編ってまあ序曲は手紙の形式だけどあとの4分の3って普通の,普通の形式ですよねそうだねそうで、えっと、本編から離れる動き 何があったかっていうとノートの読んで「K 村」という呼び方だったのを決してその村に直してるところとかこれだけだとね離れるというにはちょっと根拠弱いかもと思われるかもしれないんですが、はい、あの先行研究の指摘を一つ紹介しようと思います。はい、この、ね、ノートといいうアイテムに比較的早くから注目していた大森育之助さん という方の1969年の論文で、はいはい、ノートの記述と本編の内容を突き合わせて一つの小さなしかし決定的な矛盾を発見しています、はい、これはねあのノートの2の文章実はもともとは6月24日という日付のついた一通の手紙が原稿の時点では書いてありました <laughs> が単行本だとね <laughs> あの6月24日に加えて6月30日の文章、うん ありま実はねこのノートの手紙2通になってるんですよ。あそうなのの月日っこれだとさんか待ってそれひとまとめで2になってるんじゃなくて3になってる鶴巻さんのが2と3になってるだからんか数字1個多いなって今読みながら話聞きながら思ってたんだけどここが分けられてるんだ。 把握してなかったちょっと青空文庫の方かなり混乱してしまうかもしれないのが申し訳ないんですが鶴巻、うん、さん、うん、2>, 2っていうのが2があってもう一個、うん、3があって3が6月30日になってるわあーなるほど、うん、あ今わかりました申し訳ない。うん あのね、ものによってだから揺れがあるかもそれはそ私が見てた野田書房の,、うん、あの書簡本だとねこれノートの2位ひとまとめなんですよものによるねきっと別の手紙だから数字まずいなちょっと内容も、うん、あの入れつつ説明していきますと、うんうん、このね葛巻義俊宛ての手紙あの2通に増えちゃってるんですよ単行本だとうん、うん、これでね何が起きるかっていうと そこに書いてある出来事と村でバッハの風雅を聞いた日というのと野原の開花に気づいた日というこの2つの出来事が本編と真逆になってしまってるんですね。時系列がってことそう時系列がこれ24が今私が読んでる文庫のやつだと24が多分バラ野原うん にに気づいた日で30日でが風雅になっだかね、ええうん、そうこのね矛盾というのを大森氏は指摘して、うんうん、作者はあえてこの本編とノートで矛盾を設けることで美しい村の作品の内容が自分の生活の告白ではない、うん、いわゆる小説ではないということを担保してるのではないかなるほどという説を立てています。 まあ、私小説だとしたら、時系列は結構こだわるよね。書くならね。そうだよね。わざわざね、反対にしなくてもいいわけです。うん。反対にしたのには、まあ、確かに意味を感じるね。ちょっとね、作為を感じますよね。で、まあ、その説は、ともかくとしましても、ノートは開講によって。本編の内容に近寄りつつ、そこから離れていく。という、まあ、奇妙な文章にもなっていました。面白いな。うん。こんなことがあったんですが、まあ、では、開講。 というま調査のまとめとしまして、はい、スケールを単行本「美しい村」というこの作品全体に広げて、うん、この作品は開口によってどん,な文章になあどんな作品になったのかということをまとめます、うんはい、そのために一度ねあらすじでお話ししたことをちょっと思い出していただきたいんですが、はい、この本を読んだ大方の人がたどるであろう感覚というのはまず物語を読んで虚構の世界の話として読んでいた本編が終わりまして、うん、ノートに入ると「 どうやら現実の世界の作者らしい人が現れて「うん、物語執筆にはこんな舞台裏がありました」と明かしだしますはい、うん、で最後にじゃあ今までに読んだ物語は現実の体系をもとにしたものだったのかと、うん、読者はまあ思うかなとうん、うんうん、ここでね虚構と現実が、まあ、完全に一致するとまでは言わずとも言わずともかぶるところが、うん、多いなあという感想は抱くような気がしますはい、はい、その通り <laughs> で主人公だった小説家の私と、はい、まあ現実の小説家の堀達夫という、まあ、人間が、うん、まあイコールとは言わずとも、まあ、ニアリーイコールぐらいで結ばれるかなとうん、うん、そんな感覚なんじゃないかと思うんですね。そうですね、うん、でこの感覚に導く要素というのは美しい村の各所で、うん、ノートにも仕掛けがありましたね例えば本編の最終場面であの主人公の意識が女友達の方に強く向かっていた。 うん、というのも、うん、これあのノートの最後でさあの「私がお前を愛していたからってそれはお前に何の関係があるんだ?」とか言い出すじゃないですか。これってなんかちょっと、ま、昔の失恋相手のまあなんだ「負け犬の遠吠え」っていうと別に言葉が悪いけどな<ん>負け犬の遠吠えというか、うん、私はこれを読んでさ、うん、思ったのは。はい うん、自分を納得させてるんだろうなという感じがする。本当、それ、うん、本当それなんですよ。うん、その通り。うん、あの、あれ、あれ、<laughs> もうこれ以上言うことがないかも。あれ、<laughs> というのはまあともかく。うん、いや、<う>このセリフが出てくる心情って、なんかこう、うん、相手に嫌なことを言いたいというか、嫌味を言いたいとか言うよりも。うん ちょっと回音読し私がお前を愛していたからってそれはお前に何の関係があるんだってまあいやそう自分で思わないと処理ができないと思う感情のそうなんですよねだいぶね自分に言い聞かせてる感というかかある意味魔法の呪文な気がしてる自分に言い聞かせて納得して。 まあ何だろう最近個人的に思うことなんだけど、うん、え他人にさあ自分が影響できるかどうかってどうしようもないというかこっちの責任じゃないというかどんだけ頑張ったところでどうにもならないことって山ほどあるしえうん、えーうん、それをね、うん 私は定款だと思ってるんだけど、うんうん、なんだろう、うん、定款しようとしているよね、うんうん、すごくあのこの世の人間自分の思ってるようになってならないっていう定款を、うん、自分の中で推し進めようとしている発言なように思います。うん、はい。そうそのさ人間がさ定款していくために必要なさ、うん、人生の物語ってあるじゃないですか。うん、はい。なんかそれかなって堀の作品と思うんですよね。うん、自分が 納得したいことに、うん、その自分の人生をどのように物語化していくかっていうのが、うん、まあ堀の作品の、うん、まあ核なんじゃないか。 というお話をちょっと猫、ね、の鳴きも <laughs> していくかもしれないんですが、<laughs> えっと、ブレイクしてしまう。マジでね、うん、マジで後半なとこついてくるから震えてる。<laughs> ヒラリさんもすごいな <laughs> まあね、その、うん、まあ納得していただけるようにご説明を重ねていくんですが、うんはい、まあ今どんなお話をしてたかっていうと、うん、このノートのねラストが、うん、まあなんか言うなればその女友達みたいな、うん、その失恋相手の言葉なのかなって。 感じじゃのそう、うん、でさこれにさスムーズに繋がってくるんですよ暗い道のラストで、うん、女友達の方に意識が揺り戻されたのってそうだね、うん、だからこういうあの本編の,あの虚構の物語の方と、うん、ノートで出している現実感っていうのを繋げている役割が開口にはあったのかなと思うんですがここでちょっとまたややこしいことを言うんですが、はい、ノートの方ってでも。 本編と矛盾するものもあったじゃないですか。そうだね。時系列の話。これ、どう、こう単純につなげてこないの、どう解釈しようかなと。思った時に、この私がね、思ったのは、ノートって虚構と現実の重なり合いのうちにあって。そのどちらとも言い切ることのできない、第三の領域なのではないかと。第三の領域。第三の領域、ちょっと中二っぽいワードが来ましたが、つまりね、ノートの書き手っていうのは主人公の。 私と現実のをこの2つの存在にすごく似てるんだけど似て非なる存在なんじゃないかここで立てているノートの書き手っていうのはその2つのどちらでもない。構造そうこう思いついた時にノート読み返してて鳥肌が立ったんですけどノートの中の「出版社への手紙」という文章がね最初についてると言いました。ここのねね名うん 見れないと思うの見えないかそっか書庫うかそうないんですよはいこれね手紙の署名 TH っていうイニシャルなんですようんうんあそっかさっき見せてもらったやつか TH って書いてあったのね収録の前にね出版社への手紙見てもらったんですが署名ね TH というイニシャルになっていますでちょっと違う場所なんですがノートの2の「 あのし牧しさん宛ての手紙これもね手紙なので署名が載ってたんですよもともとでその署名はああの夫と書いてりますこのね署名ね単行本でね消すんですよ。なんでつまり単行本に残ったのは TH というイニシャルだけ。へふわっとしてる方だけ残ったってことそうだよね。つまりあの堀達夫とは明言してないわけです。そうだね ええちょっと待って混乱してるえっとえっと作中で出てくる小説家がいるじゃん堀達夫がいるじゃんはいえっとでノートの TH さんがいるように最終的になってるってことよねうんうんこれ堀達夫とも言い切れないじゃないですかそうだねイニシャルだからうんえっとんだろう え待って、パットなもんも星川俊樹かな。星川俊樹さんかもしれない適当に言ったい一生懸命考えて、すっごいなんかキラキラした名前になっちゃった。誰だよ。俊樹さんかもしれない。そう、わざわざだね、そのカツオっていう署名入れてたのは、決して D. H. だけ残す。そうだね。うん。つまりね、やっぱこのノートの、あの書き手。というのは、まあ、虚構の。 物語の存在であった私とも現実のホリタツオとも生きることをさせない第三の人物なのではないかと。あんた誰って人。でもこの二人と限りなく近いわけですよ。そうだね。そうそう。でね。なんならベンズでこう描くっていうところかもしれないよね。そうそう。私もねあの素描を書きながらずっとベンズ描いてたんですそうなんだ。そう。うん。すごい単純なベンズをね。うんう描いてたわけなんですが。 でねまあ、つまり「炭鉱、うん、本美しい村」という作品は、うん、あの書出からの開口だったり書き下ろしのノートという文章を加えることによって、うん、虚構の世界と現実の世界そしてその重なった世界というのを一冊のうちに構築した、うんうん、その作品だったのではないかと。 思うわわけですす全全部部ある見せちょっとね強引なまとめ方しちゃったかもなんですがこれかららさに説明を加えていきます次に説明していきますのは堀達夫自身の作品評価。 つまり自作解説ですね。作品を書き終わった後にこの作品描いてる時こんなでしたよっていうのをあの別の媒体にも載せています。わあ、読みたい。読みたい？持ってこようか今度。持ってきて。あの全部印刷してあるんでね。あのバリエテという雑誌がありまして、これあの野田書房さんが出してるわけです。単行本出したね。野田書房のバリエテという雑誌にあの美しい村 を書いていた当時のことを細かく書いています。はい、うん、本人がね。そう。本人が堀さんがね。本人の名前で書いています。うんはい、読み上げますね。はい、この小さな本は去年の夏軽井沢で書いた序曲美しい村あるいは松濤奏曲および夏の3編と。それから秋になってから書いた暗い道とよりなる。うん、これらの作品は？ 最初から一つの小説にまとめるつもりで書いたわけではなく、うん、書きたい時に書きたいものを勝手に書いていったものである、うん、とね、はいうん。このように作者は美しい村の執筆を振り返ってあのその時の様子を書いてるんですが、うん、結構ね即興的に没頭して作品を書き上げたということ普通に別物として書きたい時に書きたいものをうん、うん、まあすっごい短い分量で書いたっていう、うんうん この他の文章でも度々この即興的っていう言葉を使ったりして当時の様子を書いてるんですね。あとねこのバリエテに載せた文章の最後に、はいあの「美しい村についての僕の意図については本の完備に付したノート中に述べておいたからそれを読んでもらいたい」とも書いてるんですよねノートに立ち返ってみましょう、はい、するとね。 たびたび話に出している出版社への手紙という文章ではこれらの書編はこの夏から秋にかけ軽井沢でまるで疲れたようになって、うん、これは鳥疲れたのほ、ね、うね、うん、疲れたようになって、うん、次から次へと書いていったものですおの、うん、の章はその前の章からほとんど一人でに私,私自身も知らぬ間にひょっくり生まれてしまったようなものだと言ってもいいくらいでした、うん、なるほどと、ね、書いてるわけです、はい、このね 取りつかれたようという表現実は美しい村の本編の中でそれまでなかったのが2つ新しく開口によって加えられてもいます一つはねこの後触れるんですけどもう一つの方はぜひご自分で見つけていただければとちょっと思ってますけ結構ね大事なとこなんですよこれなんでね思わずに嫌としてしまうかなと思うんですがまあそれはさておきまして勘が悪いから全然わかんないよ じゃあね分かんなかったら教えてあげますよ。うんうん、でね <laughs> あの「堀達夫の自作解説」をね、うん、読んでてね、うん、私一個疑問を持ったんですけどひらりさんなんか気になるところありますかね今のやつだよね、うん、そう堀達夫が言うにはこの美しい村の執筆っていうのは、うん、作者が取りつかれたように即興的に行われたと言っているんですが、うん、ちょっと変じゃないですか、えー 取り憑かれたたように即興的に的書いた、うんうん、結構ねひらりさん納得してらしたけど、うん、ま確かにね短い小説たちをバンバン発表していったわけなんでうん、うん、結構ノリノリで小説を書いてたわけなんですけど、ねうん、ですが,ですがこれって結局一冊の本にまとめてそうだ、ね、しかも今まで見たように結構な量の開口を うん、公開してるんですよ。うん、これって即興的って言えるのかな。そ、まあ、その時は即興的だったのかもしれないけど、うんうん、最初に書いて掲載している段階では、<っ>まとめて開行してる段階では全然即興じゃないよね。構成をめちゃくちゃこう考えてこういう風にしようっていう意図があったから開行していく。うん この小説にしたんでしょうノートまで加えてそうことよねそのまとめてくね編集段階についてね作者全く何も言わないんですよそうだね言ってないね何も言ってないんですよこれについてお話ししてほしいんですが何も言ってないっていうところがちょっと気になるじゃないですか確かになんかそれだけ読んだらさこのまとまった文庫の方がさきっと後々はなんだろう ルフしてるというか広く読まれてるわけじゃない、うん、最初の状態って、うん、いわゆる文芸誌に載ってる一個の文章なわけでしょ探すの大変だったんだからそうだよね、うん、だしなんか発表されてる雑誌もさバランバランだしさ、うん、どうしろとっていうぐらいの話<う>だから、うん、うんとそれより読まれている状態のものの話をしていないのはちょっと不自然な感じはするねうんね、うん、そう なんかね堀はねとにかく編集の段階には触れずに、うん、こう取りつかれたんだと即興的に書き上げたんだという作者の姿だけを見せようとしてるんですね。でね「あの取りつかれた」っていう表現あの開口で加えられている部分が2つあるというお話をしましたが、はい、その1つはねあのノートの一番最後の文章に出てきます。はい、都会に帰ってききたノートの書き手が うん、私はまるでつき物でもしたように仕事をした後だった、うん、と言ってるんですね、うん、つき物と、うん、つき物やっぱりねこの小説の執筆は何者かに憑依されて行われていたというのをこう結構アピールしてるわけです<ー>、うん、でね書き手は続けて、うん、都会で一人読書にふける日々を暮らしていたというのを綴っています、うんうん、そこで読んでいたのはゲーテの「ファウスト」という作品ですねこれファウスト美しい村の エピグラフって言って一番最初のところにも、うん、ファウスト第2部が引用されてるんですけど、うん、結構ねゲーテ要素を散りばめてくるんですよそうだねゲーテの話多かった気がする、うん、ちょこちょこあった、うん、でもね結構全部ね脈絡がなくてねなんか急にゲーテ出てきたなってう感じなんですよねでね 好きななんだなーぐゲーテ好きなんだなーみたいな理解だった。でもねちょっとね関わりがやっぱよく分からなくて、うん、あの先行研究でもね、うん、ゲーテを積極的に絡めてこの作品を論じてるのは、うん、私の調べた限りではあの渡辺真美さんという研究者の方の論文がちょっと出てくるぐらいであんまりね詳しくやってるのを見られなくて、うん、唐突なんですよとにかくゲーテが。そううだねね、うん、あとねゲーテの作品でもう一つ ノートの書き手は「死と真実」という、うん、ゲーテの自叙伝かなこれを読んでいます。はい、で、書き手また唐突に何かを悟ります。はいうん、この場面を読み上げましょう。はい、私は死と真実に移っていった。そうしてやっとその最後の章まで来かかったとき、突然ゲーテがダスデーモニッシュなるものを持ち出してきて、そのうちに私はやっとのことで平成になりだした。そして今はもう何事もなかったような静かな気持ちで、 この本の原稿を出版社の手に委ねることもできそうだ。使徒、うん、真実読んでなんか急に冷静になります。うん、急なゲート、急な悟り。うん <laughs> うん、ここでね何が起きてるのか、うん、というまあ問いが一個残るわけですよ。本を、うん、読んだ人には、うんうん、この問いにね一つの答えを出した先行研究がありました。はい、紹介いたしますのは中島明氏の1983年の論文ですね。 とね、ここの論文で注目しているのは、うん、1934年1月1日の「バリエテ」ですね、うんうん、これに掲載された堀の手紙という文章です、うんはい、この「手紙」という文章、うん、あのこれが掲載されてる「バリエテ第4号」ってまさにこの号で「あの美しい村単行本が出ますよ」という告知をしてるんですよねつまりこの時期の堀達夫っていうのは、うん、あの すでに序曲から夏までの章は随時発表しただねでここから単行本作っていきますっていう段階なんですよ実はこの告知の後に暗い道を書いたりえ暗い道すっごい短いもんねですよねうんっていう段階なんですがこの「手紙」というね文章バリエテに載せられたのはどういう文章かと言いますと小林秀夫という人の「 アイェリアイヴンという作品への感想というか小説論表なんですよ小林る？夫の現代文で読んだあ本当評論とさなんかなんだ感想の間みたいな人あれはあれで個人的にはんだろうんだろう小うるさい面白いおじさんって感じで好きだっ があるるわか結構有名なね評論家そうだよねなんですけどこの人小説も書いててそのね「オフェリアイブン」っていう作品への感想を小説家の堀が書くというほほほうううちょっとねねじれがあるそうだね面白いね評論家の小説を小説家が評論する面白いでこの堀達夫と小林秀夫実は高校の頃の同期で結構親しくてうん。 結構付き合いが、ある人たちなんです。よねなんかそういう、め、なんだろう、構造ぐちゃぐちゃなの、好きそう、二人とも。ね。面白いよね。面白いわ。ね、そんな内容なんですけれども、あの、ここで、あの。研究していた中島明さんが着目したのは、堀がゲーテのエグモンドという戯曲を引き合い出して。くるところなんです。これの内容は、全然分からなくて、いいんですが。と、これも手紙の文章を読み上げますね。はい。あの。 オフェリアイブンというこの作品は「小林のエグモンドだだったんだ、うん、僕は最近ゲーテのエグモンドを読んだがあれを書いたゲーテの気持ちが非常によく分かった」中略しまして「うんはい、おそらく小林がオフェリアを書きたかったのはそれと同じ気持ちだったんではないかと思う」<ー>「デモンに疲れた小林にはそれを振り落とすためには一人のオフェリアを書くことが絶対に必要だったんだ」と。うん、デモンに疲れた小林 それををを振り落ととすために一人のオフィリアを書くいいう、ねうん、文章を書いてるわけなんででね中島明さんは、うん、堀がゲーテや小林に共感したのは「うん、美しい村」という作品をこの時期にあの周りの避難も覚悟しながら、うん、自身に必要な過程として世に送り出すという経験があったからではないかと論じてるわけなんですが、うん、これって矢印の向き反対じゃないかなと思ったわけですよ。 つまりね堀ってまだこの時単行本編集してる段階なんですよ。そうだねまだね世に出してない世に出す3ヶ月前ぐらいヶ月の時点なわけです。うんうん、これあの影響の向き逆でこの時点で単行本編集してる堀は何者かに疲れてそれを振り払うことで自分自身を救うという自己救済の物語をゲートや小林の作品から学び取ってそれを目の前の作品に応用したんじゃないかと。うん、なるほど、うん 当てはめて、うん、あの美しい村を編集したんじゃないかと思ったわけです、うん、そうするとねあのえ全然なんか本筋からさ違うんだけどさレモンに疲れた 状態ってどういうことレモンに疲れた小林秀雄。レモンって聞こえたレモンって聞こえたレモンあレモンかごめんね。ちょっと待って滑舌がデモンね悪魔つきねあなるほどねごめんなさい。レモンを想像されていた皆様ごめんなさいレモンですちょっとね昔の文章だからさ昔の文章だからさレモンって書いてあんのよ 超でデモンねデ,モン,デモンでもなくてごめんこれデモン,てモンでもなくて、はい、デモンって書いてあったねそういうことねどういう状態って思っちゃった今さん。今目の前にさよよしよし吉べさんとハニーレモネバーだも,ん <laughs> もうダメ <laughs> ちょっとレモンを払ってもらわんとさレモンに疲れたって何があったのかなと思っちゃった <laughs> まね ょっと話ししまうごめんねごめんね確実がさおもろかったからいいや「デモン」に疲れてそれを振り落とすという悪そうこのね流れを学習した彫り立つを自分もね取りつかれてそこを振り払いたいと思ったんじゃないかとファーストもさ悪魔的な存在じゃないっん忘れたけどちょっとごめんすっか最悪 雑記憶で言ってる。なんか悪魔のえなんてんだっけ。なんだっけ出てくるよね悪魔の。なんかそういう話だった気がする。メフィストフェレス？メフィストフェレス？とか出てくる。カスト。文学部の風上にも置けない発言をしてるんですが。え全然わかんない。え待って待って待って。カストのあらすじをくれ。あらすじ。 ああああああでもねなんかいや <laughs> 天使たちとか書いてあるわああメフィストフェレスうんなんか悪魔だった気がするよそいつあファースト博士が出てくるわファースト博士が出てくるんだファーストって博士だわあ,あそうメフィストは悪魔だわうんうんでなんかうん 1> 第1部でさ、うん、ファーストが悪魔メフィストと出会い死後の魂の復讐を交換条件に現世で人生のあらゆる快楽や悲哀を体験させるという契約を交わすって書いてある。ので、うん、まあ何かファースト博士の多分悪魔ファーストとの云々かんぬんの話なんだなきっと。う じゃあ悪魔ななんだなどっちもそ悪魔月がね振り払ってすっきりしたいすっきりするっていう流れをうん、うん、まあ少なくとも堀は感じ取ってうん、うん、そこにね行きたかったんじゃないかと思うのでそのために、うん、あの作者は一、うん、いあの取りつかれてたんですよっていうアピールをする必要がうん、うん 取り憑かれアピール、うん、あったのではないかというか設定というかしかもねその美しい村の作者という存在を、うん、あのノートの書き手にね、うん、していくわけですよはいはい,はい、はい、このノートの書き手というのは虚構と現実の重なり合いのうちにいる存在でしたそうだね、うん、つまりねあのノートの書き手っていうのは、うん、<あ>の <laughs> 作者が結構自由に、うん、あの 要素を加えられる虚構寄りの存在でありつつ、現実の掘り立つ音全く無関係ではない存在として登場するわけです。都合よ。そう、めっちゃ都合よい。都合よ。超都合主義的作品なわけですこのノート含めた単行本って、まあねこういう仕掛けだったんじゃないかと。なるほど。っていうのが私の卒論のまあ結論と言いますか。はいはい。はい、論の大きなところでございました。美しい村っていう。はい。 単行本の小説を作るために、うん、というか完成度を上げるために、うん、え作られた超絶都合のいい存在がノートの人 <laughs>、はい、っていうすごい何とも言えないまとめ方を、うん、あ脳内でしています、今。でもちょっと分かっていただけたのではないかと思っています。 まあね、さっきもちょっとちらっと話したんですが、はい、自分の受け入れられないことを受け入れていくために、はいうん、諦めていくために必要な物語ってあるじゃないですか、うん、なんかねそういうなんか過程というか、うんうん、なんか受け入れたいけど、うん、なんか、まあ、き綺麗な形でというか自分が受け入れられる形になんとか加工したいっていう感じもねちょっとねなるほど感じるわけです。うんまあ、この行為が、うん、まあ 世間的に良しとされるか否かはともかくですよ。でね、うん、まあ、あの、今まで堀が何に悩んでるかって話。実はあんましてなかったんですよ、ね。そうだね、結局この人が何に悩んでるのかは、よく分かってないわ、うん、私も今、うん。こんなね、ややこしい行動の小説を組み立ててまで。うん、自分自身を救わなければいけなかった堀辰を。何に苦しんでいたのか。うんうん、あの、当時のね、当時からっていうか。 違うな堀と高校の頃から同級生で一番の友人である材在清という小説家がいるんですが、はい、このね人材さん当時の「うん、神に西」って書く。かっこいいかっこいいね当時のね堀達夫この「美しい村」を書いてた時期の堀達夫は、うん、ほとんど死をもって彼を脅かしているある主題というのを抱えていたとある主題書、うん、いてたわけです。はい、ほととんど死とか 「死をもって」みたいな結構強烈な表現を伴うほど彫りたつを悩んでいた苦しんでいたようなんですがその原因としてまず考えられるのはさんととのの関係かな思うがままず番出てきすね物語本編で花盛りの陥木のイメージで終えられて女友達の影が強く出てノートの締めというのも「お前に何の関係があるんだ」とか言ってくるわけです。 結局彫り立つ視点から言うとさそのなんだ名前わかんないあの女の子の方よりさダメだ宗永さんの方が強いよね結局ねなんか当時はさやっぱそのまあ本編物語だと少女だと少女モデルは矢野綾子さん。矢野さんとねララブブの のも書簡がね集められててバラされてるんでラブラブなの知ってるんですが編集を見たものは知ってるんですが一方でこんな小説も書いちゃってるわけですよま終わった恋に向き合うためにこの物語を書いたのかと解釈することもできるんですが問題はね失恋というプライベートな問題だけじゃないんじゃないかと。なんかそれだけだったらここまでややっこいことはしないと思うね。 うん、でねここにあった問題っていうのは、うん、作家生活において重要な問題だったんじゃないかとも思ったわけなんです、うん、話はまた「性家族の時間」に戻りますね、はいうん、これは「美しい村」から3年前ですかね、はいうん、とこの時期にですね堀はレーモン・ラディゲという作家の「ドルジェル博の舞踏会」という作品に衝撃を受けます、はい、あのこの作品の「美しい村」の序曲の中で「舞踏会」という小説の話を ちらととすすするんででがそれのことですねなるほどドルジェル博の舞踏会、うん、そこに見いだした「露骨なくらいの心理解剖」というものをあの堀は「聖家族」という作品の中で試みまでとこの時期に堀井がねこの作品について持論がもう一個あったんですが「うんはい、僕がラディゲの小説を読んで最も深く感動したところはそれが純粋の小説であることにある」。 純粋の小説すなわちその中で作者は少しも告白していないのだそういう少しの告白もない全てが虚構に属する小説こそ僕は純粋な小説であると言いたい、まあね、ここで言う虚構がねどんな意味かっていうのはまあ正直測、うん、りかねます、うん、が少なくともこういう理想が「聖家族執筆時の堀達夫にはありました「純粋な小説を書きたいと」と、うん、しかし聖家族って この松村美奈子さんとか、そうさんとかモデルの方々の信頼を損なう結果に。うん。損なうぐらい曲をじゃないよね。うん、そうそう。うん、全然告白あるやん。っていう話なんですよ。しかないやんまであるもん。それ。<laughs> ね、聞く限り、ね。ここで目指そうとしたものっていうのは、つくせ家族の方深掘りしないと。また難しい話ではあるんですが。うんうん、まあ、これは。言うなれば純粋な小説の失敗とも。 思えるわけです、うん、でね堀もねにも後々ねあんなもの書かない方が良かったとか言ってるんですよ作者でね語ってるぐらいのわけなんです、うんうん、一方ですね美しい村の方作品が出来上がって発表されてから間もない頃の、うん、堀は次のようにコメントしています、うんはい、この本は最初から一つの小説にまとめるつもりで書いたわけではなく書きたい時に書きたいものを勝手に書いていったものであるから全体として見たらちゃんとした構成がないかもしれないが それだけかえってその間にもっと有機的な統一がありそうな気もすると。なんかそこまで含めて話聞くと、もう完璧な嘘つきをやってる気さえするよね。<laughs> うんあのまあ嘘つきだよ小説家なんで。まあそれはそうなんだけど、ええうん、ああ偉いな。 偉い <laughs> あの、はい、やることが徹底的な人は私すごく偉いと思っているうんかなりね、うん、組み立ててねそうだね,ね、まあ、ちょっと組み立て好きなとこが出てて、うん、やっぱり、ね、なんか全部計算してやってるような気さえしてくる詩人も「計算する」っていう文章を出してるぐらいなんで <laughs>、うんうん、計算好きなんですよこの人ちょっと、うんうん、ねでね まあやっぱそう組み立て好きなとこ出てるんでちょっと取りつかれた作家っていうのはやっぱポーズだったんじゃないかなとも思うわけなんですがまあとにかくねこの「美しい村」を描き終わったあの堀達夫は有機的なな統一というののを自分の作品に感じられたわけなん,ですねうんでねまあこの「有機的な統一」も何かって言われると解釈が分かれる。 詳しく説明してないところなんで、はい、なんですが、まあ、私の論では繰り返し述べてきました、うんはい、現実世界と虚構世界の重なりが生じて現実と虚構をつなぎつつこれ自体独立してもいる第三の領域を作っていることが、うん、まあ有機的な統一と言えそうもないか言えなくもないかと思うわけですね。と思うわけですね。でね有機的な統一を感じることができた堀達夫は、はい、この時点でようやくまさにつきものが落ちた。 感覚を自分を救うことができたのではないかとも思うわけですうーん、なるほどそう、一旦はね一旦はねうん、一旦はですようん一旦は救いを得たうん一旦はえ、だってさ、現実の堀の話をするとさはいそう、なんだっけ、名前を一生覚えらないけどあの、女の子、少女の方はいとさ、婚約をしてさ、そのまま結婚せず死んじゃったじゃんはい 数年後だけど、ね、うんでもさ、うん、この美しい村を観光した時点では、うん、はいその佐伯さんの方をかなり考えてるじゃん、はい、うんそこもよくわからんというか何があったんだろうって思うそれはね今この後ねお話ししていこうと思うわけなんですがあはいはいちょうどね,うどね、はい、そうい旦はね救われたんですけれども、はい、この「 発表から月月後に小説のことなどという文章を彫りたつを出しております、はい、はい、この小説のことなどは、はいまあ、創作するとはどういうことか、うん、小説をどのように書くかという彫り、はいまあの思想が結構色濃くにじみ出ている小論文、うん、論説文ですねなんですよ。これすっごく深掘りしがいがあって実は卒論ではなかなかここまで踏み込めなかったんですね。うん、はい ですが、聞かせてください。うん、はい。でもね、あの、この <laughs>。小説のことなどで、うん、かつて有機的な統一を見出してた掘りたつを。えっと、原文そのまま言いますね。はい。はい。今までのままでは、もうニッチもサッチもいけなくなっていることを、ついでに告白しておきたいと。弱音を吐露しております。<laughs> ちょっとね、美しい村でも、やっぱね、納得できなかったんだと思うんですよ。うん、そうだね。うん、そういう文脈だね。え、ね、うん、何に納得できなかったかっていうと。うん あのえっとさっきもね、うん、あの純粋の小説をとか話したわけなんですが結局彫りたつをって小説をね、うん、どういうものを書きたいかっていうと、うん、あの自分のことを知るために小説は書きたいんですよ、うん、小説の環境は環境えっと面白く感じること、うん、っていうのは自分自身を知ることにあると、うん、だからやっぱ自身自分自身が、うん、あの物語の発生源には なるわけなんですが、これが興味を持っているところは。作家が自分を捨てるのに、どれだけ独特の苦痛をかけたか。ということ。だニコニコしちゃった。ニコニコしちゃった。あの、すごいわかる。すごいわかるというかさ、いや、人のことを言えないんだけど、私文章を書くときに。文章も時々書くんだけど、あの。やっぱ、自分が経験していないこと、すごい書けない。 だからどうしても私小説になってしまうというか関係があるようなないような話なんだけど私「太宰治」がねあんま読みたくないのね。なんでかっていうと太宰の書く女が自分すぎてマジで腹立ってくんの腹立ってくるっていうかそれ俺の話案になっちゃってなんか想像以上に入ってしまうしあの。 共感しすぎてな、うん何だろう自己嫌悪に陥る<ー> <laughs> からあんま読みたくないしはい、はい、人間失格もあえて読まないようにしてるうん、うん、最近ちょっと短いやつ読むようになったんだけどうん、うん、なんかだからなんていうのかなダサい読んだことある人はきっと多いと思うしうん、うん、なんとなく想像つくと思うんだけどあの自分の感情しか書けないんですよ虚構を書けと言われても、うん 書けないおうおうでそれはいいことの場合もあるけど多分堀とかのなんだそう目指している完全な虚構とか完全なフィクションを描きたい人からしたら結構苦痛、うん、自分を捨てたら文章は書けないし、うん、でも自分と向き合う作業でもあるから小説を書くっていうことはそこを切り離せないっていう苦痛はある。 そう、うん、やっぱねこの「美しい村」という作品を研究していくにあたって、うん、結構その小説家がいかに小説を書くかっていうその創作感のお話が結構深く見れるなって思って、うん、そういう意味もあって、まあ、結構芸術の方面に、うん、まあアーティストというかアウトプットを頻繁にしてらっしゃるひらりさんに聞いてもらいたいなと思った、うん、な,なるほど、ええ、わけなんですよ。とてもうれしい。うん <laughs> そう さんねいいいっっぱ聞てくれると思たまあお話をねちょっと戻しますとそのようにね自分の小説を書くのに自分のことを物語にいかにね離れていくかっていうその離れるのに独特の苦痛をかけるいかに離れるかっていうのを小説にも込めたかったわけなんですけれども一方でね あの堀夫はこのようにも書いています、はい、えっといい文章があるかな最初は自分自身のうちに私小説私、まあうん、小説に書けそうなものばかりが見えてくる、うん、がそのうちにだんだんそれが私小説からはみ出してしまう、うん、そうして今更自分の気持ちのあまりに複雑なのに驚く、うん、そして私小説の中に入れるためにはどうしてもその気持ちを歪曲させなければならん。 のようなハメになにる、うんうん、例えば一つの恋愛を描くときにも自分の感情全部からその一部を孤立させ誇張し、うん、同時にそれを純粋にさせて描くよりほかはないそ,うだ、ね、その結果小説中の私の気持ちは現実の私の気持ちとは似ても似つかないものにならざるを得ない、うんうん、これでねとてもそうそう、うん、これで、あのー、美しい絵村の中で当時矢野さんとラブラブのはずの堀達夫がすごい、うんはい、まあ 佐伯さん女友達の方にまあ固執すると言いますか、うん、それをラストに持ってくるようになった展開というのも頷けるのではないかなと思うわけですはいはいはい、はい、まあ現実でね、うん、まあいかに矢野さんとまあ愛し合っていたとしても、うん、あのまあ、先ほどの話にも戻りますけどうん、うん、自分の人生を受け入れていくために、うん、まあ 女友達、まあ、英かな総永さんとの関係を、まあ、解消しなきゃいけないというのもあるし、うん、それ以上に更生しようとすればするほど自分の気持ちから離れていくというのもあるわけです。まあ、この離れるというのは離れるのをまあるあわけでもあるんですよ。よそうだねでも多分ね自分が思うような納得できるような離れ方じゃなくて更生、うん、のために、まあ仕方なくと言ったらあれだけど。 なんかね、自分も納得できなかったんだと思うんです、ね、まあその、うん、いやこれもよくわかるんだけど自分の中からさうん、うん、切り取った、うん、一部を何、うん、だろう、まあ、展開させていって別のものを担ってしまうっていうのはすごくそうというかうん、うん、まあ絶対創作する人みんなそうだと思うんだけど。うんうん <laughs> それをその展開の仕方が自分にとって望ましいかどうかは確かにめちゃくちゃ別の問題うん、うん、そうなんですよ、うん、すごいいいまとめ方をしてくださった、うん、やっぱねこの小説のことなどについて私がまだあんまり深くね考えられていないというのもあって、うん、まあこれはね今後の課題にもしていきつつ「あの風,うん、風立ちぬ」とかもねうん、うん、ちょっと研究していきたいなって個人的に思っているのですがそんな感じでした。 まあね、でこの、まあ、3ヶ月後ですよ、はい、あの美しい村の単行本出てから3ヶ月後に、まあ、こういうふうにちょっと弱音を吐いていた堀達夫ですねやっぱ納得できなかったのか、うん、あのこの後堀の存命中にも「うん、あの美しい村」という作品が入った作品集をね、うん、出していくわけなんですよ。この他にも「まあ、聖家族」入れたりとか、はい、他の作品とかもまとめた作品集をね、うん 出すわけなんですがこの作品集でねノートが外されるんですよそっか美しい村の四編は入ってるのに4つの章は入ってるのにノート外されるんですよこれそうひらりさんはね持ってるないんですよ私がこれ今持ってる結構古いけどこれ何年だろう何年だったかなそれ見ますね。でもそれはね亡くなった後だった気もするな 昭和49年56刷りになってるこれはえっと分からん数字が弱い昭和49のやつらしいこれはえっと1974年だからねもうなくなってるねえっと書刷りが26年昭和あえっと生きてそうな気がする生きてそうな気がする あのね、そういう文庫本もあのやっぱ作品集をね、うん、参考にしたりして組んでるんで、うんうん、そうだから <laughs> ノートがね、うん、あの一部分が青空文庫に載ってなかったりっていうのは、うん、そういう影響があるわけなんですよ。この野田書房版単行本、うん、書簡本の「美しい村」って完全に解体されちゃうんですね。うんうん、ここまでまでとめたのに、うん、っていうことがあるわけです。 でねやっぱりその作家としての堀つおの模索はこの後も続いていくんですね。堀つおは「美しい村」を描いた時点では30歳とかだったかな。そんな年いってる感じには思えなかった結構若い方なんですよねまだまだ。この数年後にね代表作と後に言われる「風たちの発表していきますしその後も「なほこ」とかあとはね あの実は結構あのなんだ、うん、民族学に近いことに興味を示していて<え>あのゆる民族学ラジオでもねちらっとお話ししてた折口忍という、うん、あの柳田邦夫さんの、まあ、弟子にあたるのかな民族学を大成、まあ、した、うんうん、結構偉い学者の人がいるんですけど折、うん、口さんと、うん、あの手紙をやり取りして<ー>結構、うん、親しくなります。 ええーうん、いや今ねびっくりしているのが、はい、美しい村の本編の最後三、うん、点リーダー二個で終わってるんだよねあはいはいん三点リーダー二個で終わってるいや三点リーダー二個で終わってるああ<ー>いやあ<の>なんかはい,、はい、いや青空文庫で私最初読んだから、はい、わかんないんだけど、はい、自分が 最初ようなとどう思ったのか。三点リーダー二個で終わってんのなんか放り投げられた感すごいというか。あもう本当ね唐突なんですよね。いや唐突だよねマジで。でマジで唐突であの正直あの何が起こったんだ今ってなるなった気がする。落ちが全くついてない状態で放り投げられるんですよね。あいいねパスをねくれました。このねあの 放り出されたちょっとこの後お話ししていくんですが皆さんもうお忘れになっていたかもしれません文学作品の読み方のお話をしたいんですよ。待ってあと10分んだけどできるかなえ !?10 分あと10分です本当だ時間になっちゃいますかい頑張って急にねやっていくんですがこの先行研究のお話をしちゃいましょう読み方というとちょっと言い過ぎなんですがごめんなさい。このね 面白い先行研究があって、はい、これ実はウィキにも載ってるんですけど、はい、あの前田愛という国文学者の結構有名な先生がいらっしゃってねうん、うん、この先生あの軽井沢の,あの実際の地を歩いて作品とのまあそというかを、うん、あのちょっと見たりとかもしてみてるんですよね。私もやったんですけど、うん でねその時のね工程をねひどくとろに近い作業であるかのようと表現しているぐらいム村とね軽井沢って全然違うしそれは時代のせいというのもありつつ当時からねやっぱちょっと違ったんじゃないかなと思われるわけです。軽村ていうのはあくまで堀つおのまあ考えた堀つおの内面世界といいますかそういう舞台なんじゃないかとイーハトーブ。 言いつつなんですけどあの2021年、はい、最近の論文ですね、はい、この論文になりまして野木博明さんという方の論文では、はいあのま、そうとは言っても主人公の足取り今一度精査してみようと、はいうん、で結構丁寧に追ってらっしゃって、うん、であの主人公が散歩のね村を散歩していくわけなんですがうん、うん、散歩の範囲が拡大していく物語が進んでいくにつれて。うん、で夏で 夏の章、第3章で一番拡大して暗い道で急に収縮していく宿の周りなんですよねあれは散歩のスタート地点のとこに収縮していくっていう動きを論じてらっしゃりするんですがその帰り道だけだもんねそこそうそうそうでね実はこの論文の本論といいますかコアのとこじゃないんですけどちらっと書いてたとこがすっごい面白くてあれってなったのがこのね暗い道のラストですよ主人公が「 あの転んでしまった少女を呆然と眺めて伝ってるところですねこの場所って、まあ、その宿に向かう途中じゃないですか、うん、でこのまあ先なんですけど、うん、まあざっくり言ってまあその宿の中庭としましょう、はい、向かってる場所の中庭なんでね、うん、宿の中庭ってあのそれまでその主人公があの暮らしていたというか泊まっていた自分の旅館の部屋の窓枠で、うん から見えるとこなんですよ。あの <laughs> これあらすじ。でもね。ちらっと話したんですけど、うん、主人公ってそれまであの自分の部屋の窓枠を額縁に見立てて、そう。そこに今飾る絵のような物語を構想してたわけなんですよ。うんうん、まあ、つまり、その窓枠って額縁の役割をして、その中で物語が巡っていく、うんうん、っていうものだったわけです。うん でね主人公はその小説家であって、うん、物語を書く側の存在だったわけじゃないですかそ,うだ、ね、それが最後になっての中にポツンと現れ主人公なんですよ <laughs> この時主人公は描く側から描かれる側になる。 先行研究ね読みながらね私も叫びそうになったんですけど天才すぎるえらいこれさりげなく書いてるんですけどえらいこっちゃと思ってえらいこっちゃだよそれは。でねこれさ思ったんですよね私の論でも堀達夫という作家が「 その虚構の小説家にねうん、うん、ノートによってちょっとつながっていくわけじゃないですかつまり虚構寄りになるというか、うん、虚構寄りになるノートでつながっていくわけなんですよ。物語をね描く側と描かれる側の、うん、まあ近しさというか交代といいますかね自分を物語として描いていく っていちょっと文学作品の読み方みたいな話全然できてないんですけど、うん、ちょっと、まあ、最後にちらっと話せそうかなと、はい、5分ぐらいで。はい、でまああのねそういう結構作品の、まあ、読み方みたいな入門書とかって、うん、まあ実はネットで探せばねいろいろ出てきますし昨日ね夜見てたら、うん、あの東大の東大の 研究室があの、はい、PDF にまとめてくれたりもしてて、うん、それ私知らなくて、うん、読まなきゃって思 <laughs> ったんですが卒業間近にしてにまとめだ、うんえー、絶対読もうと思ったわけですが私自身が読んでよかったあの入門書を、まあ、2冊ぐらいかな概要欄にもしかしたら載せていただこうかなと思っております、はい、そちらを、ね、あの読んでいただくとして、まあ、私が卒論でやった方法というのをあの紹介させていただこうと思いますがまずね あの簡単なのが作者について知るということですね。うんうん、あのそういう時にね、あの読んでみてほしいのが、はい、これピント合ってるのかしら。<laughs> あの <laughs> ピント合わない気がするの合、うん。合わない。うん合わない。ね、大丈夫。うん、読みますね。うん、新潮日本文学アルバムというシリーズがあります。はい、これね、いろんな作家があってここにまあ、作家の名前。 出んる人がいっぱい載ってて柳田邦夫さんとかもね載ってるんですよこれ気になる太宰治もありもちろんやった有名な人は一通りありますで図書館とかにも置いてるんでねこれ結構写真とかいっぱい載ってるし年譜どんな人生を送ったかとかも結構細かく書いてあってエピソードも多くて作家について知りたいって思った時読むのがおすすめですあとはえっと作品に品質する あの単語モチーフをひたすら追いかけるいう手ですね。うん、まあ今回だと野原野原めちゃめちゃ全部洗い出してまあ実はこれ、うん、あの院生のね、うん、大学院に進んでる方のアドバイスでやって、はい、そうこんなこんな野原にこんな役割が隠れてたんだって、うん、そう 何気ないアドバイスからね、たどり着いて陰性ってやべえって、収録中は違うなって思ったわけなんですが、陰性パワーパンチ、本当、ありがとうございます、先輩、本当にありがとうございます。というわけで、野ラとか、あとは取りつかれたとかね、疲れたっていうワードを追っていく、これ結構いいと思います。あとは、開口ですね。 これは原稿とかを入手していただくの結構大変かもなんですが研究が進んでる作品は先行研究の論文とかあるかもしれませんそれね読んでいただくとこの開口を確認する作業ヘビーなんですけど収穫もでかいんですよ。これ本当面白くて紹介したいね原稿部分他にもあるんですけどそれぐらい面白いんでやってみていただけると。 なんかその開講のきっかけとかタイミングとか意図とかだけ分かるだけでもめちゃめちちゃゃ良さそうそういうのねあの面白いんで文学の専攻研究って事前知識とか、うん、あの専門用語とか少ない方だと思うんで、うん、面白いもの多いです。うん、読んでみていただけると、はい 作品のね向き合い方とか読書体験変わるかなと思いますのでぜひ楽しかったやっていてだけるとすみませんちょっと終わりかき足なんですけれども今回のお話はここまでとなります長々とねお付き合いいただいた皆さんもありがとうございましたありがとうございましたひろさんもありがとうございましたこちらこそはいではこれからも皆さん充実した深読みおじさんライフをということで高評価コメントチャンネル登録をお願いいたしますお相手はと ひらぐりひらりでした,でした。ありがとうございます。<laughs>